本民を窓枠やついたてなどで取り囲む構図を多用していました。フレーム内フレームの構図です。本民が過去に囚われていることを暗示しています。本民は、蜂蜜が赤ちゃんには毒だということを知らず、アーヴを日の子供に与えていました。リーシュヒの事情を知り、アーヴを日の子供を死なせてしまった。敬愛するアーヴを日の一番大切なものを奪ってしまったと、ずっと自分を責めていました。マオマオが本民に、 私にできるのは、2つあった動機を1つにすることだけですといったカットは、窓の外から差し込む、暖かな光で彩られ、美しい、許しのメタファーです。結果は変えられないが、蜂蜜の剣を伏せておくことはできると、マオマンは本民に手を差し伸べました。本民は出頭し、死を受け入れました。長沼則博監督が、第11話の絵コンテを切りました。長沼則弘監督は、キャラクターの感情に沿って、背景美術や色彩設計を作り、 光や空気感を表現しているとインタビューで述べています。